今回の企画は、もしもプラオレメンバーで旅館にお泊まりしたらどんな感じになるかというのをやってみました。ぎこちないかもなお泊まりルーティンですが、どうぞお楽しみください。荷物置いて、行くか。よいしょ。疲れちゃったな。そうだね。なんだかんだ歩いたもんね。歩いた。プライベートでみんな旅行とかしてる？そうだね。最近ね、しなくなっちゃった。おととしとかは、多く行ってて、一人で行ったりしてたんだけど、私はね、北海道と九州と四国に一人で。一人で？すごい。いや、すごい。だからこの仕事からさ、休みわかんないじゃん。そうなんだよね。だから、もう、明日休みぽい行こうみたいな。もう、連絡来てないから、明日休みだろうっていうノリで、うん、その日にもう、うん、全部取って、行って、まあ、もし仕事の連絡来たら、その足で帰ればいいですかね。すごい。行動力の行動力ね。そうじゃないと旅行は怖くて行けなくて。そう、なんか急にさ、友達と約束してイベントを急に入ったら自分がキャンセルしなきゃいけない。そうそうそうなの。それがなんか申し訳ないから、結局一人で行ってる。友達はちょっと巻き込めないっていうか。そうだったらもう一人でその日に向こう持って行こうかな。確かにね。たまには楽しかったよ。でいいな、一人旅やってみたいなと思うんだけど、なんかまだ切りがっていうか、意外と行ける。ピピピって全部予約して、東京ピピピって。すごい。現代っ子や。ね、家族で行ったりもして。あ、しない。何でもしてない。そんなもんだよね。お母さんすぐ帰りたがるんで。え、なんだよ。朝方なんですよ。私朝苦手で、お父さんは朝に行ってもうすぐ帰ってきたいっていう感じで。そうなんだ。行かないですね。リクは、リクは結構遅く起きる。そうです。そうだね。アラーム何回もかけて。無理。無理。起きれない。私もできない。そう。え、てかさ、さっきからチラチラ見てるんだけどさ、浴衣あるよね。浴衣というか。え、これ？浴衣？この。じゃない？ね。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。着る？ちょっと楽になりたい。わかる。楽になりたいよね。着込みすぎてさ、ちょっとモコモコなんだよ。よし。中って書いてある。ああ、中。男性が大で女性が中だから。りっくん小じゃない、これ。そんな読まるよ。小でいいんだ。小。はい、ということで着替えました。イエーイ。かわいいね。かわいい。かわいいよ。かわいいですね。私半分に切れてる。まあいいや。でもいいね、やっぱ浴衣に着替えるとさ、楽だね。楽です。一気に解放された感じする。気分出ない。分かる分かる。旅行気分っていうか、ね、旅館気分になる。ね、分かる。こんな広いからさ、寝る場所決める？ね、寝る場所決めるってよく分かんないけど横市があんのかな。横市、どん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 。あー、それも確かにあるね。あの、修学旅行タイプ。修学旅行タイプ。一人でばっかり行くからさ、あんまり。その発言寂しいぞ。なんかその並び方あるわ。今横一の感覚だし。うん、マジで眠い。それは言えて違うけど。じゃあ早速か。いやいや。いやいや。いけるかい？いけるかい？いける。どういう風に？とりあえず出して。パッてな。縦2枚入る。これ横の方が良くない？こっちの方が入りそうだ。雰囲気出てきた。ぽいぽいぽい。なんかぽいぽいぽい。わー、おばあちゃん家だわ。おばあちゃん家なの？おばあちゃん家布団敷く感じだったから懐かしい。確かに今ってもうさ、もうベッドばっかだったらさ、ベッドばっかだもんね。ないよね、低く。ポケモン GO やってる人いないの？
昔やってたけど。やってないです。もうやってないの。ま、最近やり始めてさ。いるよね。そう。いや、やべえ。久々やるとさ、毛も増えてると思うし。そう。そうなんだよ。またハマっちゃってさ。だから何回か波来るよね。ポケモンじゃなくてさ、ジュラシックワールド版のさ、え、知ってる？知らない。もうあるのよね。一時期やってた。え、ジュラシックワールドの歩くやつって。そう、恐竜を捕まえるそんなのあんのアニメ見てたのいつまでだろう。わかるか。アドバンスジェネレーション、めっちゃ前だ懐かしい。てかさ、せっかくだしみんなでなんかさ、ゲームやろうよ。もしますね。これ知ってる？あ、知ってます。知ってるよ。これさ、あれだよね、いろんなとこで指方違うよね。指スマが伊勢のせ。私伊勢のせ。伊勢のせよ。私チッチです。チッチの何でしょう。それチッチ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 の1チッチの1。じゃあさ、シャンキーぽい、シャンキーぽい、あー、シャンキーぽい、シャンキーぽい、はい、こっち勝てよっしゃー。じゃあ、どうする？負けた人は罰ゲーム。罰ゲーム、やだやだやだ。だから、一発芸とかも名前とかそういうのにしたく、悪魔の絶対滑るやつ。悪魔のモノマネしますか。チッチの4、チッチの1、よっしゃー、すごい、やったい。チッチの1、おお、ちょっと私悪いかもしれない。チッチの0、あ抜けた抜けた。あら、ちょっと待って、いきますよ。チッチの2、おお、分かんなくなってきた。戦いです。いや、これさ、心理性あるよね。そのさ、いつ言うかみたいな。チッチの1、ということで、負けはさいちゃん。負けました。どうする？モノマネが一発芸か。私がモノマネ、うん、モノマネが一発芸、なんかやりたい、やりたいとかできるやつ。モノマネね、うん、一瞬でいいんだよね。なんでもいいよ、本当に一瞬でいいんだよ、うん、みんな YouTube 見るよね。モノ見ない。え？ガードマンのマネ。ガードマン？え、チャンネルガードマン知らない。あ、ごめん、わかんない。でも、まあ、わかる人はいるかもしれない、ね、いるかもしれない。じゃあ、行きます。キュピーン。よっこらー。え、男の人かと思った。女の人の。男です。男の子です。お母さん見てる？え、調べたら出てくる。ごめんなさい。え、出てくる出てくる。こういう人？セリさん。面白そう。キュピーンってやってないよ。いつかやる。じゃあ、せっかくだし、もう一度やる。はい、やりますか。うん、じゃあ負けからでいいよ。あざす。チチの1、いっしゃいめ。強い。強い。チチの0。おお。ねえ、待って待って、なんでなんでだ、チチ向いてないんだけど。チチの0。おお。なんだ、やったあまりなんてやったことない。ゴリラって大丈夫？いいじゃない、いいじゃない、ゴリラね、急なゴリラ。じゃあ行きます。お、立ったぞ。ちょっとゴリラの動きっぽいな。かわいい。終わりです。はい、ありがとうございます。やすごいな、うまいね。練習してたんですよ。あ、そうなの。ゴリラっぽい動きうまいね。うまい。でも今日ほんと一日楽しかったね。ね、楽しかった。あ、寝ようも遅くてますか。電気消して。あ、違う、大丈夫、こうやってマスク入ってくれ。マーマー、ありがとう。皆さん寝るわよ。マーマー、暗いとすぐ寝れるから。どう、そこか、それや、多分。しますわ。おやすみ。おやすみなさい。